毎日寒い日が続いておりますけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。こちら北海道は毎日マイナスの気温になっています。また雪も多くって、もう雪かきばかり、している状態です。そんな中でも、JK は元気に学校に通っているんですけども、そんな冬の JK スタイルは、こういうダッフルコートスタイルですよね。この、丈とスカートの丈が同じぐらいみたいなね、ちょっと一見、あの子スカート履いてないんじゃないのみたいなね感じに、ちょっとスカート短くしてる子なんかはなんかすごく可愛く見えるんですけども、皆さんは、どうでしょうか。こんな可愛い、スタイルなんですけども、やっぱり腰にはいつものハイキャパ DOR が、刺さってたりします。今日はこんな感じでこの可愛いダッフルコートスタイルで、コンシールドシューティングをしてみたいと思います。ちょっとね、やっぱ生地がこう厚いので、ちょっと動きが少し、窮屈なんですけども、ちょっとやってみたいと思います。シューティングの方は、いつもの、PPS の方を、進めていきたいと思います。はい、まずはハイタッチから始めていきます。はい、行きます。はい、ファースト 1.67。 はい、セカンド 1.68。 はい、ラスト 1.67 でした。はい、以上です。はい、次はチェックです。はい、行きます。ファースト 2.19。 はい、セカンド 2.16。 はい、ラスト2.16 でした。はい、以上です。はい、次はカーボイストリートです。はい、ファースト 2.11。 はい、セカンド2.16。 はい、ラスト 2.10 でした。はい、以上です。はい、次は LR です。はい、では始めていきます。はい、ファースト2.46。 はい、セカンド 2.32。 はい、ラスト 2.28 でした。以上です。はい、次はアウトレンチです。はい、ファースト 2.71。 はい、セカンド 2.73。 はい、ラスト
2.62 でした。はい、以上です。はい、ラストはペナルティです。はい、では始めていきます。はい、ファースト。2.55。はい、セカンド。2.44。はい、ラスト。2.38でした。はい、以上です。はい、以上のような結果になりました。普段使っている、ブレザーより生地が厚いので、やはり抜く動作がちょっとしづらかったような感じがしました。コンシールドスタイルは、銃の性能も、重要ですけども、こういう上に着ているもので、だいぶ左右されてしまうので、その辺、チョイスが難しいところですと言いながらも、やっぱりこういうね、かわいいスタイルで、シューティングしてみたいんですよね。また、こんなね、かわいいスタイルなのに、腰には、こんなハンドガンが刺さってたりすると、ちょっとアニメのキャラっぽくてかっこよくないですか。まあ、と言いながらも、実際の JK は、こんな物騒なものは持ってなくって、彼氏が寒そうにしていたら、さりげなくポケットからカイロを取り出して、寒いからこれ使えないよなんて言ってくれる女の子の方がやっぱりいいですよね。今回はこんな感じでした。はい、また動画アップしますので、その時はよろしくお願いいたします。最後まで動画をご視聴いただいてありがとうございました。それではまた。